つまんないよ。探してみて、もう一個なら。なんだよ。探してみて。多分こっちだよ。まあ、じゃあ探すまで。達成感がここって本当に決まったの。そう。それその上に行かないでね。達成感ないから、ここ、ここ行かないで。出れません。ここは行かないでね。もう一つ探して。じゃあ隠れてる数字言うわ。もう相手になる。隠れてる数字は2です。2が隠れてます。2を探してください。まあとりあえずこのエリアにあります。この部屋にもあるよ。あ、ピカちゃん。イエローカード。達成感なくなっちゃうじゃないか。7なのか。あとなんかラップを光らせろっていうところは怪しいと思うんだよ。ちなみにこの2を気づいたのはあのメンバーの中でイルルさんが気づきました。さあ探せるでしょうか。イルルさんが探したの。すごかったよ。結構難しいよ2を探すのが。分かったかもしれないけど分からない。 YouTube を見る部屋かな。悲しいな。誰が怪しい。ブラジさん、この部屋じゃないの。ん、どこ、どこの部屋ですか。なんか、ね、はい、シュウキさんがなんとかなんとか。あ、シュウキさんが怪しい部屋。どれかな、これどこ。エンチャント砲台の名前を書いてるとかなんとかあるかも。はあはあ、この部屋にもあるよ。じゃあ何が怪しいでしょうか。ボタン、シュウキさんの色、数字が怪しいんだよね。どこにいるの。おおおお、やばい、ちょっと助けて、ちょっと助けて、ドレッドさん、待って、ジャンプし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 まくって、ジャンプしまくって、はい、正解です、素晴らしい。本当だ、え？3だったし、合ってたし。間違えたな、そこジャンプしてん。ジャンプしまくって、これ間違えたわ。ここに3が隠されてました。しまったな、ベッドの数字も3だから。動けない、動けないよ。やべえな、ベッドの数も3つやったからさ、合ってた。ジャンプ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 。ちょっと待って、じゃあちょっとごめん、ごめんごめんごめん、ともきさんとひかちゃんとともきさんね、ごめんごめん。あと誰、引っかかった人。はい、あ、ゆきまさんとトレードさん。あ、ちょっと待って、ゆきまさんとゆうとさん、ゆきまさん、はい、ごめんごめん、はい、そこにありましたんで、はい、じゃあみんな戻ってきた？ OK で、誰か寝ました？どなた？助けて、また入っちゃった。誰？ちょっと待って、誰が入った、誰が入った。ピンクです。ピンクさん、あ、ともきさん、ともきさん、さっき出したのに。結構あの普通にベッドの数とかで考えてまして、はい、変えとこ、あとで次の人は変える。はい、おかえりなさい。
で、見つかった？ウクマさんまでは引かないで、ギリタじゃないよ。皆さん、あの休憩室にも数字があるってあったんですけど。お、お手洗いに行ってきた。なんと休憩室に数字があるそうですよ。負けないわ。どんなことがあったって。それ探しましょう。さあ探してください。あ、やばい。さっきドライブさん、ドライブさん、さっきさ、ここにあのなんかあるんじゃないかな。ん？なになに？ちょっと人が多すぎてわかんない。どなた、どなた？なんか気持ち悪くなっちゃった気持ち悪くなっちゃった。ドラドさん、何も変わってませんよね。え、何も変わってませんよ。あれ、なんか絵が、絵が変わってるな。いや、何も変わってませんよ。何も変わってませんよ。何も変わってませんよ。大丈夫ですよ。ここ行かないの？何のことですか、ドライトさん。変わってるわけないじゃないですか。で、見つかった数字は？ないですよ。あるよ、休憩室にあるよ。ない。マジですか？うん。よく見て。あ、残り。あ、こんなところに。はい、何？ない。どこだ。本当だ。残り23分。え、普通に周期さんが怪しいってやつじゃないんですか？あ、周期さんが怪しいのはあの3番があったところ、あの緑の部屋。ですよね。うん、あれがしゅうきさんカラーやからね。はい。ねえねえ、3回行かないの？ない。通ってないですよ、これ。あるよ。よく見て。ない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 。よく。よく見たら出てくるよ。上にもよく見る。しゅうきさんが怪しい。よく見てください。ね。イルルさんが解いたよ。イルルさんがね、解いたよ。なくない？あるよ、ちゃんと。どこですかね。それを探さないとな、これ。あ、壊した。まあ大丈夫か。いいよ、いいよ。あ、あと誰の壊したの？誰？スカちゃん、スカちゃん。ちょっと、ダンス、ドライトちゃん、泣いてるじゃん。どこだ。よう探してみて。え、これさ、でき、え、これさ、時間内にさ、なんか出来んかったらさ、うん、あの、これなんか誰かに取り去って歌うの？わかっているだろう。ない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 。わかっているだろう。僕は大丈夫よ。ドレッドさん、ないって言ってたよね。ないよ。ないよ。ないですよね、よかった。ないよ、うん、よかった。残り20分かな。もう行ってます、もう行ってます、行ってます。あ、ダメですよ、ちゃんと解いてください。ここにあるのは分かるんですから。もう行ってますか。あがくがいい、もがくがいい。っていうか、なんでこんなに強いのに見つけられないんですか。おかしいでしょ。ひでおさんが言ったんだよ。ひでおさんが言ったんでしょ。ちゃんと解こうよって。いや、ちょっとそれはそうなんですけど。それはそうなんですけどっていう。ないね。ありますよ、ちゃんと。俺が今いる部屋におるよ。ない。あるよ、ちゃんと。え、ヒントが欲しければ、トリセツを歌う。ドライトさんがボッとったりして、トリセツを歌う。え、全員リーダーだけ。リーダーのめちゃめちゃ音痴なんで無理です。リーダー、じゃああれよ、全部歌わなくていいよ。全部歌わなくていいよ。リーダーが無理な時はこの度はこんな動画を選んでくれてで、みんなの、お、みんなのやる気を解いてしまった人が。あれちょっと待って、解いたんじゃない、これ解いたんじゃない、もしかして。ほら、カブトムシさんが
わかるこれ。あ、わかった。固形石だ。そうです。固形石が2になってるんですよ。カブトムシさんが飛んでました。およかったね。じゃあ行ってらっしゃい。行け行け。残り20分、残り20分よ。20分。え、どういうこと。すげえ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 。よく見て、固形石が2になってるんですよこれ。だってね、こっち行きます。俺こっち。ほんとや。こっち開けて。え、全然分からんかった。固形石がなんかボタンあるから、ボタンあるから。あ、そういうこと。じゃあ最上階へ来てください。みんな行ってる。どうなってる今。やった。どうなってるの今。さあ、そこ何。あ、ヒデオさんか。これ何、これ迷路。迷路じゃん。迷路ですよ。さあ頑張って。バカーなんか思ってる。無理だこれ。迷路解いて頑張って。え、ピストンだ。ボタンがこっちにボタン2つある。ピストンの音だ。ボタンを。さあ頑張って頑張って。3。どこが開いたか。これ一応ね、ラッチ回路なんで、一回押したら、あ、なったりしますんで。だから、あまりむやみに押すと、大変なことになるよ。あ、ここ。ありがとう。一応迷わないように、やってるんで。さあ、どうだ？開くか？これで、なんか、ダメージが上がるとか。あ、ダメです。それはダメです。そんなズルはいきませんよ。なんでここ開かないの。ちょっと最初の方にボタンとかあったのかな。どうですかね。さっき開いてたんだけどな、ここ。ともきさん、そこずっとってん。おい、なんで閉じたんだ。なんで閉じたんだ。なんで。さあ、頑張ってメール解いてね。あ、ボタンある。これダミーのボタンもあるんで、頑張ってね。さあ、逃げるがいい。だが果たして抜け出せるかな。なんか俺しました。あ、トムクさん来ました。おっしゃ。ちょっとあの、そっち側の人たち、いろいろボタン押して、適当にボタン押しまくって。そこまでボタンがない。集めそうだから。同じ模様の一連が の, あの同じボタンでも何回も。おい、ねねねね、さっきボタンもう一回、もう一回押して。なんかいろんなボタン押して。同じ模様の一連が押せって。みんなボタン押して。同じ模様の一連が。一人ボタン押そう、とりあえず。みんないろんなボタン押して。どんなボタンが。閉じ込められた。お、開いたんじゃない？開いたでしょ。あれ？こっち行った？誰か。わからない。わからない。オレンジ色の方向こう行ってきて。お願い。さっき開いてたのにな。同じ模様の。カブトムシさんがいたところに。どういうことは？さあ。おかしいなあ。あ、カブトムシさん来ましたよ。来た来た来た。今カブトムシさんが一人頑張ってます。なんか天井にボタンついてたりして。頑張れ頑張れ。あ、じゃあ一人でもついたらいいんですかこれ。いや、全員が合流したら OK。 終わり。同じ模様の人が。お、ごっつぁんさんとともきさんが。あ、見たボタン押したからボタン押して。お、お、ちょっとボタン来ました。よし、お、ボタン押して、何回も押して。あ、聞いた。ん、さあ、どこが開くでしょうか。あれ、どっか開いた。絶対にどっか開いたから。おっと、残り15分。さあ、見つかるか。ここまた焼けして、焼けして。さあ、頑張って。よし、ここはちょっとね、ごっつぁんさんを見ましょうか。ごっつぁんさんどこだ。あ、どこ、あ、いたいたいた。さあ、ごっつぁんさん、残り15分です。意気込みを。まあ、余裕ですかね。余裕ですかね、と。ですかね、まあまあ、多分、
はい、作ろうだったよ。攻略をしたいと思います。ここで、ここにおっとかんといけるの。あ、ひかちゃんよかったね。さあ、ひかちゃん、なんか一言お願いします。ひかちゃん、一言。ここがいた。ひかちゃんはこれダミースイッチ。さあ、ダミーもあるからね。多分ゆうとさんそこもいいよ。終わったよ。ひかさんの、あのゆうとさん終わったよ。さっき、ウフーだった、ね、さあ、出口を探しましょう。この番号って何が意味、何か意味はあるはず。9、9って書いてある。9、それね、道に迷わないように数字を書いたんですよ。あの、なさすぎてね。さあ、出口を見つけたでしょうか。誰こからヒデオさんいるかな。どこだよ。よし、リーダー、リーダーどこだ。探そう、俺が。行こう。リーダー隠れよ。リーダー隠れよ。ダメだよ、隠れては無駄だよ。あ、わかった。やばいやばい、やばい、来た。あ、多分ね、ここを開けて弓で撃つ。ここ、ここどこ、ここどこ。ヒカちゃんか、ヒカちゃん。緑。あ、いました。じゃあ皆さん、ひかちゃんのところに掘れるかな。お、来た、トモキさん。ここ。いいだ、緑、こっち、こっち。あ、やばい、俺が掘らんほうがいいわ。俺下に。道の途中に分かれていいよ。ここ。さあ、みんな来たかな。どこだよ。ここだよ、ここ。おっと、カブトムシさんがちょっと。ここだよ。カブトムシさん、ピンチ。ここ、ここ、ここ。3人挑戦で全員来るまで待とう。下にここだよ、みんな少し調整しながらやっと。みんなここだよ。待って、お迎え行った方が早いから。こっちでも2人くらい行こう。お、カブトムシさん。いける全員か。あ、行った、全員いった。まあまあ、リードあるかな。イエーイ、イエーイ。お、やった、おめでとうございます。よっ。しかし、まだゴールではありません。ゴールという文字が、ゴールという文字が違います。あ、あ、あ、やった、やった。お、あ、お、こんにちは。はい、ゴールでーす。おめでとうございます。おー、花火、ちょっと花火多すぎたかも。ちょっとめっちゃラグいけど。あ、ダメダメダメ、ぶっちゃけよ。ほら、勝手な行動は慎むよ。レッドカードだぞ、ひかちゃん。ひかちゃん、レッドカードよ。ということで、皆さん、おめでとうございます。あー、できました。できました。落ちた。夢に上がってくる。はい、できました、おめでとうございます。どうした、みんな。やった。とりあえずみんな集合ね。もうクリアしたんで、皆さんおめでとうございます。はい、ということでタイムを発表いたします。タイムは1時間17分53秒61です。やばっ。イエーイ、おめでとうございます。時間内クリアです。やったー。イエーイ、おめでとうございます。よかったね、みんな。多分あの途中の回路のところも難しいと思う。そうやね、結構難しかったと思います。はい、ということで今回はですね、時間内クリアおめでとうございます。昼の部です。はい、イエーイ、さすがでした、昼の部。イエーイ。元気だね。よし、じゃあ一人ずつなんかね、感想をもらいましょうか。じゃあまずはカブトムシーさん。じゃあリーダーから。じゃあカブトムシーさん順番ですね。はい、カブトムシさんは喋れませんので、はい、はい、オッケー。頑張ったね。すごかったですね、あの2を当てたのがすごいですね。うん、カブトムシさん2が当てたの素晴らしいです。はい、ではひでおさんいきますか。ひでおさん。はい、まあ、あの当たってよかったです。こんな楽しいことができるって。よかったですね。よかったです。はい、
まあ、夜の部の方がどうなってるかわかんないですけど、まあ、時間的に勝ちたいですね。そうですね、結構ギリギリっちゃ10分以上残したけど、まあでも向こうがね早かったらね、どうなるでしょうか。でもヒントありだったら、まあヒントありだったらヒントなしチームの方が、ヒントなしチームの方がすごいってことですよ。そういうことですね。まあそうですね、まあ、ヒント使わなかったのは個人的な理由ですけど、うん、まあすごいですね。そうそうそう、まあ取り口をね、もう少しでトリセツ歌うとかやったもんね。いや、歌わないんで。もうカブトムシさんにね、カブトムシさんにちゃんと、挨拶してください、ね、カブトムシさんにちゃんとありがとうございますと。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これつまらないものですが、これつまらないものですが。おー、いいね。いいね、いいね、いいね。よっしゃ、次はじゃあつまらないものですが、ともきさん、ともきさん、じゃあ感想、山は絶対に誰かが取るっていう感想お願いします。どうでしたか今日は。ちょっと難しいところもあったんですけど、話したんですけど、あーよかった、難しいところあったっていうのがよかったわ、うん、作りがいがあります。じゃあこのまま、難しいところなんてなかったです。え難しいところなんてなかったですよ。なかった。あったでしょ。じゃあ簡単でした。じゃあ、ごっちゃんさん、ごっちゃんさん、なんか感想お願いします。はい、ね、まあ、まあ、途中からでしたけど、うん、まあ、余裕ですね。余裕かい。無反応、無反応、無反応かい。じゃあ、続いて、楽しかったです。あ、ありがとうございます。じゃあ、ひかちゃん行こう、ひかちゃん、この土壇場で資金を変える勇気を。ひかちゃん、感想お願いします。あれ、何もないんかい。ひかちゃんに言ったら、そこもらいたかった。何もないの。じゃあ続いて、ゆうとさん。はい、ゲームっていうよりも、うん、クオリティが良くいいと思う、びっくりしたっていうことですかね。 ありがたい、よかった。やった、嬉しい、それ嬉しいわ。誰か入って、誰か、あ、でもクオリティは本当にブライトさんには、あ、ありがとうございます。はい、クオリティは本当にすごかったですね。ありがとうございます。よかったよかった。じゃあ次はラストかな、雪だるまっすんさん。はい、最初は30分ぐらいでクリアできると思ったんですけど、ここからなんか1時間とかかかって難しくて面白かったです。あ、まあ楽しめてよかったです、本当。変わった、好き、変わった、好き、よかった、楽しめてよかったです。はい、あと誰が言ってないかな。最後にドライドさんから、ちょっと変わった、好き、じゃあ私最後、最後行きましょうか。変わった、好き。じゃあ私最後の感想いきましょう。あの、ピンク色、ピンク色、ピンク色の方、ピンク色の方、トモキさんもやったよ、トモキさんやったよ、うん。じゃあ最後の感想いきましょうか。今回はですね、スナジョだ、もう言おうと思ったのに邪魔されるって。はい、ということで今回はまあちょっと失敗したかな。ちょっとね、あの、シュウキさんの3っていうのをね、失敗したな。レッドを3つじゃなくて4つ置けばよかったなって。2つにしとけばよかったなとか思いましたね。そしたら分からなかったかもしれない。それで分かってたんで。悔しい。悔しいな。シュウキが怪しい。あれ分かった？あの、シュウキさん緑色があれあれやろ？そうそうそう、うん。それは分かりました。そう、あの部屋が怪しいということですね。うん。いやー、ちょっとね。やられたわ。まさか時間内にクリアされるとは思いませんでした、ね、時間かかって誰かが歌うのかなと、それをね楽しみしてたんですけど、残念ながら歌いませんでしたね。ただ歌ってほしいだけじゃ、リーダー歌ってほしかった。リーダー歌ってほしかったな。歌わないんで、リーダー歌わない。最後に歌ったよ。
ヒカさん、ヒカさん、いいだろ、歌ってほしかった。え、ヒカさんがあの番号をはい、ということで、じゃあ終わりますね。いいだろ、よしはい、ということで今回の、脱獄ゲーム終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。脱獄？これ脱獄ゲームよ。脱出でしょ？ん？脱出？いや、最初多分ね、脱獄ゲーム、脱獄ゲームって出てるはずよ、最初あの説明書の中に。あ、そうやうん、そう、実は脱獄ゲームね、実はちょっと終われんかったやん、終われんかったやん、今ので終わろうと思ったのに。バイバイもうバイバイ、ここでバイバイ、バイバイ、バイバイ、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。パソコンの方は人参を投げまくっている私ドライトをクリックするとチャンネル登録画面へ行きます。そして右上にいるテレサをクリックするとこの動画の再生リストへ行きます。スマートフォン、タブレット端末の方はこの画面を参考にチャンネル登録をお願いします。 Twitter もやっておりますのでよかったらフォローよろしくお願いします。それでは次回もよろしくお願いします。